さあいよいよ最後は前回のチャンピオンの登場です。宮本雅弘さんです。こんにちは。ご無沙汰です。ご無沙汰です。前回は歌ってみて自分で気持ちよく歌えましたか？いや、三木先生からご指摘があったようにですね、帰ってみたんですけど、はい、聞かれませんでした、ね。そうなんですか。かなりやっぱり音程が狂ってました。わあ、はい。じゃあ今回はその辺を気をつけながらですね。そうですね、頑張ります。今日は何を歌いますか？男の残雪、これを歌わさせていただきます。それでは歌っていただきましょう。宮本雅弘さんで男の残雪。百里千里も一里の一へ、一心伝心お前の坂、浮世坂、お前に楽をさせたくて、雪を背負って足跡残す、ああ。見せちゃいけない舞台裏、不器用なりに意地もある、肩を並べて空降り仰ぐ、ああああああ気になるライブダム得点は何点でしょうか？ 93.931 でございます。ダメですね。ダメですか、はい。なんか自分でここがダメだったっていう点はあるんですか？やっぱりふらつきますね。ふらつきます、うん。現在暫定1位の塚田さんは 180.706 です。勝ち抜くのに必要な審査員得点は 86.775 です。まずは一般審査員の得点何点でしょうか？ 20.0 満点ですね。さあ前回チャンピオン宮本さんが連勝するのか、それとも新チャンピオンが誕生するのか、特別審査員4名の評価が加算されます。さあ合計得点何点でしょうか？審査員合計得点 98.0、これを合計すると 191.931、 高得点で連続勝ち抜き成功でございます。ありがとうございます。第20回歌玉カラオケ大賞シニア大会のチャンピオンに輝いたのは宮本雅弘さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー素晴らしい得点でございました。塚田さん残念でございました。よく知ってます。素晴らしいです。素晴らしいですかね。塚田さんまた、はい、挑戦してください、はい、ありがとうございます、はい。今回シニア大会の20回記念の中で、まさしく歌玉にふさわしい点数の取り方、カラオケの点数が93点なんです、でも魂の点数が98点、カラオケの点数が低くてもこの魂の点数が高ければすごい190点台が出るっていうね、まさしく歌玉が目指してる、こう、形っていうか、それを今回、宮本さんが証明してくれたなと思いました。僕が気をつけてほしいのは自分に負けてほしくないですよね。チャンピオンになった人って絶対自分に負ける時が来るんですよ。それは自分に合わない歌も歌っちゃうみたいな、うん、それで失敗する人が多いです。だから
俺はこの路線だぞって思ったらまっすぐその路線の選曲をねしてほしいなと、まあ、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。